郷中学校キャプテンの平山葵です。優勝して今は努力が実って嬉しいです。試合を振り返って一人一人が全力を尽くせたと思います。優勝につながったことはチームプレーとみんなの応援があったことです。優勝したことは学校のみんなに伝えたいです。県大会への意気込みは遠く目指して頑張るぞ。おお、弘前東中学校キャプテンの秋田里奈です。優勝した今の気持ちはずっと目標にしていたのでとても嬉しいです。今回の試合はチーム一丸となって全力で応援できていたのでとても良かったと思います。自分たちのチームの強みはどんな時でも明るく、そして応援し合えることです。優勝したことをいつも支えてくださっているコーチ、顧問の先生、そして保護者の方々に伝えたいです。県大会では今回の地区大会のように優勝を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。